こんにちはウィコン TV です今日もご覧いただきありがとうございますこの動画では第19節神戸戦振り返っていきます早速試合結果こちらですはい1対1のドローとなりましたまあ正直ねここまで前線するとはっていうね感じで内容はね札幌完全に札幌だったと思います で今の、ね、J1 の2位相手に、まあ、熱いアウェーの中で、ね、この勝ち点1っていうのは良かったと思いますが、まあ、今日の試合内容だったら、ね、勝ち点3取れたと思うと、ね、ちょっと残念だなってところもありますね。まあ、最後、ね、残り5分で取られたっていうのは、ねまあ、残念だったんですけど、まあ、セットプレーなんで、ねまあ仕方ないなと思いつつ、まあ、どっかで、ね、あと1点押し込めたら、ね、良かったんですけどもねえ。というわけで試合振り返っていきます。 でまずスタメンから見ていきます、まあ、前節とほとんど同じスタメンなんですが違いはボランチですねでこの試合では宮澤ラノのコンビでスタートになりましたでそれから菅選手のねセンターバックっていうのも連続起用ですねでそれからベンチ争い激しくなってまして、まあ、前節から西選手とミラン選手が外れて今回は深井選手と中村選手が入っています で画面右が試合終了時のフォーメーションですで60分に中村選手投入で初めはボランチでプレーをしてで深井選手が入ってからは左のセンターバックででプレーですねで。今日の交、ね、代は全体的に遅くてで中村選手以外はみんな80分超えてからってことだったんで、まあ、全体的にねみんなよくて変えづらいみたいなところはあったのかもしれません で前半から見ていきますが、まあ、前半はねもう本当に札幌のペースだったと思いますでほとんどね相手陣内でプレーできていてでパスを出させて受け手のところで奪うっていうね、まあ、札幌のいい形が作れてたと思いますでそこからね前線の浅野選手を狙うロングボールがありで金子選手ルーカス選手を狙うサイドチェンジがあり、まあ、面白いようにね守備と攻撃のね切り替えがはまっていたかなと思います まあしかもねそういう札幌の展開の中で先制点取れたっていうのもね大きかったですね。まあただねこれくらいボールも持てて攻撃も守備もハマっていたんで、まあ、前半でねあと2点くらい決めたかったなっていうのはね正直なところですね。まあただね相手側も、まあ、武藤パトリックユルキーっていうこの3人の前線がめちゃくちゃ強力だったんで、まあ、いつねすごいカウンターが来るかなっていうね、まあ、そういう怖い雰囲気はね常にあったかなと思います。 で後半に入ると大迫選手、佐々木選手と入ってきてで相手もね前がかりになってきて、まあ、かなり攻め込まれたんですが逆に、ね、こっちも決定機多くなってきたかなと思いますで特に64分の浅野選手の,あの当たり底根の、ね、コロコロシュートですね。であれはスパチョーク中村浅野の3選手で完全に崩した、ね、展開で、まあ、最後、ね、中村選手のマイナスのクロスですね。 あれはねね決めたたかったです、ね、でそれから92分の第8選手のバー直撃のヘッドですねであれセットプレーで第8選手残ってたと思うんですけど、まあ、小林選手からのねいいボールをものすごい <laughs> いいタイミングでミートしてもうねあと数センチ下だったらね入っていたっていうもう素晴らしいヘッドでしたでお互いね決定機作りましたけど、まあ、特定の雰囲気はねやっぱり札幌側に多かったかなとは思います で試合通してねトータルで倍のシュートを打ってましたしね、まあ、そういう意味ではね、まあ、アウェイで勝ち点1っていうのはまあよかったですけれども、まあ、どれかが決まってればなっていう、ね、意味では悔しい試合になりましたでスパチョーク選手ゴール決めましたそのゴール振り返っていきますでこのゴールは金子選手のクロスからですねでゴールキーパーが弾いたところにいたスパチョーク選手がまあ落ち着いて決めてくれました でこの時はあの守備の人数はね相手の方が多かったんですけれども、まあ、ポジショニングの、ね、読みが素晴らしかったですねでそれからゴールも素晴らしかったんですが、まあ、起点のね新野選手のドリブルのねあの持ち上がりもすごく良かったですねでこのドリブルでね相手2枚くらい引きずれてるんで、まあ、やっぱりねこの効果的なドリブルっていうのはねフリーな局面をね作れるかなと思います スパチョーク選手このゴールで今季2ゴール目になりましたでまあこの試合ではねこのゴールスパチョーク選手のゴール、まあ、目立ちましたけれども、まあ、スパチョーク選手のねフィット感がすごく上がってきてるなっていうのは思いますね小林選手がねまあ怪我から復帰してますけど、まあ、スタメンのチョイスはねスパチョーク選手でしたでゲームを見ててもまあパスはうまいし、まあ、キープもできますし プレスにも行くっていうことで、まあ、積極性もね出てきた感じで、まあ、チームにねこうハマるピースになってきたって感じはありますねでこれからね、まあ、暑い夏に入っていきますけど、まあ、夏のキーマンはねもしかしたらスパチョーク選手になるんじゃないかなっていうふうに感じる今日この頃です、まあ、チャナチップ選手からね、まあ、圧倒を託されたってこともありますし、まあ、タイのねスターとしてもここでねもう各変に入ってほしいですね それから浅野選手なんですが、まあ、第14節の京都戦でゴール決めてから5試合連続でノーゴールとなりましたでこの試合でもねシュート結構打ってましたし、まあ、惜しいシュートもね23本はあったと思いますでまあゴールはないんですけど、まあ、チームとしてはね全体でこう浅野選手を狙うっていうねロングボールを多用するってことで、まあ、かなりねそれはチーム全体で意識してるっていところあると思うんで。 まあチームとしてもね、まあ、それがかなり効いてるっていうところはあると思いますであと一歩ねゴールに直結するねプレーが見たいですねでそれから相手チームの話になりますがやっぱりね大迫選手がねすごかったですね、まあ、大迫選手がね後半から入ってきましたけど、まあ、神戸のね攻撃がガラッと変わった印象ありましたし、まあ、1人入るだけでねここまで変わるかっていう感じですね でロングボールのターゲットにはなれるし、まあ、中盤でポストはできるしで前線にも飛び出せるっていうことで、まあ、なんかね攻撃中はねもうピッチのどこにでもいるなっていう感じでしたね、まあ、やっぱりね別格な選手だなっていうふうには思いました、まあ、それでもねその選手に決定的な仕事をさせなかったっていうのはね大きかったなと思いますで今日はね田中俊太選手がね集中して攻撃を食らってましたね でパッと、ね、思いつくだけでも4つぐらいあってで武藤選手の手が顔面に入るファールだとパトリック選手の、ね、膝が入るファールでもう一つパトリック選手の,あの走り込んだヘッドをブロックしてでゴールマウスの中で、ね、倒れ込んだシーンあと、ね、武藤選手からラインの、ね、外で投げ飛ばされたというところもありました。 まあ最後までね、プレイはしましたけど、こうボコスかダメージ食らってね、まあ、後にね、なんかの影響が出なければいいなと思っています。で、この試合ではね、カタールの審判でした。で、結構流すタイプで、まあ、ガツガツいってもね、そこまでファイル取らないっていう感じですね。で、まあ、マンツーマンでね、対人相手へのコンタクトが増えるコンサドーレとしては、まあ、そのスタイルにはね、合ってる審判かなっていうふうには思いました。 逆にねこれ通らなすぎてどうなのかって思うシーンはありましたけどまあそれはねお互い様ってことですねまああとはあの「半路の判定」ですねあれは日本では撮ってたみたいなシーンでしたけれどもまあそもそもね基準っていうううかねね考え方が違うんでしょう、ね、まあ、そういうこともね、まあ、見直すきっかけになる、まあ、海外審判団のね招聘になると良いなと思います。 でイニエスタ選手の、ね、ラストマッチということで、まあ、会場も、ね、実況も、ね、雰囲気がイニ,イニエスタ選手一色でした、まあ、その雰囲気の中で、ねまあ、コンサドーレもやりづらかったと思いますけれども、ねまあ、堂々とやってくれたと思います、まあ、イニエスタ選手が、ね、来てくれたというのは、ね、本当に神戸の大きな功績ですね。 まあ神戸に関してはね、まあ金満だとかっていうのはよく言われますけれども、まあスターを連れてきてくれるね、こういう神戸みたいなチームがあると、やっぱりね、J リーグ盛り上がるなと思います。まあそういう意味でもね、こういうチームが一つくらいはね、J リーグにあってほしいチームですね。 で楽天グループね、今特にモバイルがちょっと今いろいろやばくて、まあ、経営大丈夫かみたいなことはね言われてますけれども、まあ、J リーグから撤退みたいなことはないようにねうまくやってほしいですねえというわけで神戸戦の振り返りでしたで,この勝ち点で順位位を1つ上上げて8位浮上ですで。ゴール数は40ゴール1番乗りのリーグ暫定1位で失 失点数は37でこちらはワースト2位、まあ、暫定ワースト2位ですね、まあ、40ゴール取ってるけど得失点差はプラス3っていうね、まあ、特徴的なチームになっていますで次節は7月8日土曜日アウェイでアビスパー福岡戦ですえというわけで最後までご覧いただきありがとうございましたこのチャンネルではこんな感じでコンサドーレについての話題をお届けしています ちょっとでも共感できたと部分があれば、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。また次の動画でお会いしましょう。それでは。